はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、伝説の恐怖ということで、伝説のクリーチャー、レジェンドをリアにしていこうというね、デッキですね。はい、リアニスのカードはこちらです。恐怖のドールハウスと、アガディームの覚醒。これはおまけなんですけど、基本的にはドールハウス。で、この伝説のクリーチャーたちを、どうやって落とすかというと、履修ですね。はい、ひたすら履修しながら、序盤しのいで、あとはドールハウスでクリーチャーを持ってきて、盤面制圧という感じですね。はい。リアニデッキは基本的にね、大きいクリーチャーをボンボン出せてね、面白いんでね、たまに使いたくなりますよね。はい。その、たまに使いたくなった時です。さあ、それじゃあね、早速、ランク戦やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ、7枚でキープ。これは割とやりやすそうなハンドだな。はい、引き釣り目、ターン終了。イゼットか、うわ、小腸学の教授ザナサー捨てます。参りましたね。とりあえず殴るか。さあ、アタックターン終了。さあ、アタック。真っ白。もう土地を2枚捨ててくる。ハンドが土地だらけってことか。いや、この展開はあんま良くないね。さあ、アタック。ターン終了。もうこれで典型コピーできる状態整うっていうのがね、やっぱきついね。セットしてこない。セットすれば揃うはずなんですけども。さあ、土地が欲しいな。土地が来ない。ここで土地来てくれれば、得スリル。ナメクジ。
さあ、なんとか着地させたいな。ガンガン動いてきますね。お、土地が来ましたね。さあ、それではナメクジ。さあ、とりあえず着地した。さあ、これで直ちに典型は効かなくなりましたね。わあまさかナメクジ焼き払われるとは。それはびっくりだな。じゃあ、まあもう一回ナメクジ。とりあえずこれで典型は効かん。まずは殴ろう。さあ、アタック。相手はこれなんでこんなにダメージ食らってんの？なんかやったっけ？で、検体探し。さあ、コーマ捨ててカード引く。ドールハウス。さあ、コーマを出していく。11コーマ。火力があったら焼きたいところでしょうか。さあ、悪魔の稲妻。さあ、ザナッサー。はい、そして小腸学の教授。これでも厄介だね。マスコット展示会でいいか。ターン終了。さあ、相手はあのハンド2枚だけだよね。あ、典型が来た。アルンドの典型。はい、対戦ありがとうございました。
さあ、対戦相手先行で、これはまあ、キープですかね。さあ、土地出してターン終了。まあ、この2体並んだら、かなり強いんですけど、相手なんだろうな、ミドターンじゃないか。なんだろう。セレズニアライフゲインとかかな。氷結じゃないからね。ミドターンではないと思うんだけど。女造樹。じゃあ、小中学の教授。先にナメクジ落とすか。最終両方落ちるんですけど。うん？殴ってきたぞ。普通にブロックしよう。え、ミドタンなのかな？もうわかんないけど、検体探し。さあ、コーマ捨てます。カード引く。ターン終了。さあ、ブロック。はい、引き釣り目。さあ、そして詩人の羽ペン。さあ、オリビア捨てます。で、カード引く。まあ、検体探しだったら環境科学も持ってこれるし、まあ問題はなさそうですけど。自然への回帰。ああ、墓地にあるカード追放される方が嫌だったな、今のは。そういう意味では助かったか。ちょっと待って、ただこれね、難しいな。向こうアーティファクト破壊入ってんのが分かったんで、そこだけ慎重に行きたいな。さあ、環境科学。まあ、これで次のターン、オリビアからのナメクジか、コーマかは、いけそうですね。どっちがいいですかね、コーマとナメクジ。なんだろう、これ。戦闘開始時に1つ、ターンの戦闘の開始時に1つ選ぶ。あなたがコントロールする全てのクリーチャープラ1の修正を受けトランプレール土地を1つ対象とする。3マナ加える。あなたがパワー3以上のクリーチャーをコントロールしないカード1枚引く。あなたは3点のライフ得る。はいはいはい。壮麗な日の出ということでね。はい。
それじゃあもうでもトランプル持っちゃってますからね、まあブロックできないですよね。さあ恐怖のドールハウス、オリビア持ってきます。攻撃クリーチャー、はい、オリビアでアタック。ナメクジ、ターン終了。さあナメクジが暴れ始める。ライフ回復は何だっけ？あ、3点のライフを得るか。検体探し、記憶流出法、さあ追放、はい、コーマ持ってきます。さあ2体アタック、引き釣り目持ってきます。さあいいですね、コーマこのトークンが出てしまえばなかなかもう緑を破壊できないですからね。さあこれは強い。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。ターン終了。はい、詩人の羽ペン。さあナメクジ捨ててカード引く。ターン終了。とりあえず5マナは揃った。ちょっとやばいかも。うん、ちょっとやばいねこれ。間に合うかな。なんかとりあえずブロッカー1体来てほしいと思ったらブロッカー来ましたね、ありがたい。さあ象徴学の教授、環境科学でいく？どれってことはないんだけど、これでいいか。さあ装備させときましょう。まあこれでライフがね回復できれば言うことないですし。
今白だったら恐怖のドールハウス破壊できるカード入ってないんじゃないかなとか勝手に思ってます。はい、恐怖のドールハウスターン終了。残りライフ5になるけども、その後ナメクジでなんとかなるんじゃないかな。めっちゃきついけど、めっちゃきついけど、さあまずじゃあ記憶流出法、ドールハウスでナメクジ持ってきます。そして小腸学の教授、害獣召喚学、これしない。さあナメクジが出てくる。さあ小腸学の教授、はい、ナメクジ捨てます。はい、引き釣り目、さあダック、ターン終了。さあ、高機能の野心家が出てきて、祝福されし者の声、さあガンガンカウンターが乗っていく。11、さあアタック、さあ小腸学の教授に引き釣り目、ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。伝説の恐怖ということで、まあ本当はね、これ最初叩き台で作った時っていうのがもっと伝説クリーチャーいろんなやつ入れてたんですけど、まあ結局強いのがこのナメクジとコーマ、まあ、あと、オリビア、ザナサーってことになって、他のカード全部抜けちゃったんですよね。それでなんか、ナメクジデッキみたいな感じになっちゃいましたけども、まあ、とにかくひたすらね、このうまいこと履修で、こいつら墓地に落として、ドールハウス引き込んできて、まあ、これでリアにして場を制圧するっていうね、動きが、なかなか爽快で面白くて、結構決まるのがね、いい感じですね。アガディームの覚醒はまだ、入れてはいるけど、一回も使ってないけどね。うん。はい。まあ、リアに好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。